わ、真ん中に来るし。サークルの崩壊が。あ、わ、ここいる。セーブゾーンに向かえ。二人いるわ。フラグ入れんね、あの、岩ね、こっち向いてる。あ。おあ、ナイスダブル。ラストしてるの場所わかんないな。ラストしてる、なんか、S の150、左の方走ってるわ。あ、やってた、カッキル。あと、あぶね、よう当ててくるわ。あ、あんまないわ、あいつ。あ、される。結構いってる。エリア入ってないよ、あいつ。くる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 。まだから。出て出た。すげえ、あ、待ってる。一人やったよ。あと家の中で、あ、あと小屋、ラスト小屋。あ、あいつもう、あ、死ぬのかあれ。いや死ぬなあれ。出るしかない出るしかないあいつも。ああ、ああ、ナイスナイス。ミッションエリアを確保。よくやった。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は、美容法のバトロワの、ブラックアウトやっていきたいと思うんですけど、今日はねソロスクをやっていきます。まあ、ソロスクを知らない人のために説明すると、まあスクワットって、まあ、クワットか、美容法では、まあ、4人パーティーで行くルールなんだけど、1人で、チャレンジするっていうやつですね、ソロスクって。だから敵はだいたい4人パーティーなんで、まあかなり難しいんだけど、今日はそれをやっていきたいと思います。サプライドロップ接近。まさかの、あれ、なんか敵逃げちゃったぞ。もうここの辺あさられちゃったんかな。そう、もうここは人いなさそうですね。あさるもんも特にないかな。いるな。即死か。もう銃声したね。オッケー、危ない危ない。ヘビーアーマーの人先手取れたのでかいね。空いてる。犬もいたね。あれ、気のせいかな今の。いたいたいた、やっぱいた、やっぱりいた、あいつだ。上取るでしょ。ダウン、あっちに走ったってことは向こうに味方がいるのかな、あの人の。あ、これはちょっと落下ダメージ食らわない。あ、ちょっとやっておこうかな、やっておこう。どうもするな。あ、いたいた、あれか。ヒット？2ヒット？あれや、お仲間さんか？なんかどんどん来たぞ。やり合ってるってことは敵だね。この家怖いけど、撃ってこないからいないっしょという判断。一人やった。詰めましょうか。他の敵に狙われる可能性ももちろんあるんだけど、やりに行かないと面白くないぜ。ちょっと偏差値狙いすぎ。セーフゾーンに向かえ。これは上を取るべしか。
おぉ危ねどこ行った今の人。何してるんだそんなとこで。やれなかった。何してんの何してんだよ。ヘビアもあるし、しかも。どこ行った？見失った。サプライドロップ接近。どっから撃たれてる？あと。僕のこと撃ってきてるのは、その人たちじゃないな。ヘビアーマー結構削れたな。エリアはちょっと入ってないんか。なるほどね。やれなかったー。目指しましょうか。左から撃たれたね。うわ届かない。マジか。まさかの届かない事件。どうする。なんか左から今撃たれたんだよね。すごい遠くにいるね。一枚あの人かな。ワンチャンあの人説あるな。先に家取りたいですね、あそこにある。と思ったけど、あそこエリア外だから、やっぱり戻って、止まるか？止まらない。そして、さっきこっちいたんだよね、エリア外。あのエリア外の人が、こっちにいると。コックピットが見えない。コックピットって運転手席が見えないのでやめとこう。あ、救出しに行ってる。ギリギリ頭が見えない。なんてこった。あ、負けずって上怖いな。降りてくるかな。そのぐらいいる。サプライドロップ接近。上かな。多分上だな。よしよし。報告、サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。
サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。通信、大規模な崩壊を観測した。セーフゾーンへの退避を命ずる。サークルの崩壊が始まる。セーフゾーンに向かえ。イエーイ。おー、やったー、ソロスクだー。キル数あんまいかなかったけど、ソロスクワッツ。はい、というわけでお疲れ様でした。バトロワの実況って難しい、なかなか喋れないんですけど、やった、ソロスクワットを達成。というわけで、よかったらグッドボタンお願いします。お疲れ様です。You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out